最終にクラウドファンディング、もう毎回本当言うんですけど、クラウドファンディング、大福の CD のクラウドファンディングがなんと 90% 超えました。すごい。もう本当に信じられないんですけども、9割を超えました。こんなに支援してくださるとは。本当にありがとうございます。でね、それで、そう、ただ9割超えたけど、ここから先が多分もう結構きついんじゃないかなと思ってるんですよ。でね、考えているんですけど、リターンに、熊坂のコントラバス演奏の、動画を、リターンでつけますよっていうコースが何個かあるんですけど、その動画を、コントラバス演奏の動画を撮ろうと思ってるんですけど、もしも、この、クラウドファンディング 100% 以上にいったら、その動画を撮影する費用に当てたいかなと。だから、具体的に言うと、もうちょっと、だから、何万円か多く、集まったとしたら、その余分に集まっちゃった分を、知り合いにその映像作家がいまして、その方にお願いしてとかって、まだ構想段階なので、全然その人に何も話してないし、まず第一にその予算が集まるかどうかもわかんないので、もし集まったらそこに話を持っていこうかなっていうのを考えております。ので、ぜひとも、拡散お願いします。僕のこと知らないっていう人にもぜひ教えてあげてください。結構いいはずです。僕はかなりいいものができたと思ってます。ので、お願いします。さて、で、これで今日は、このコントラバス、移動が大変そう。これはね、もう見てわかる通り、移動が大変なんですよ。で、これ、バスについて今日話そうかなと思っていて、長距離移動するバス。例えば、東京から、新宿のバスタから、名古屋に行くとか、大阪に行くとか。これね、結果から言うと、今はもう乗せられません。そう、今はもうね、乗せてくれないと思う。僕が東京、埼玉にまだ住んでた時に、東京、大阪間のバスをよく使ってたのよ。で、じゃあこれどこに置くのって言ったら、上に乗せるのって言ったら、俺、雑だから、下に乗っけてもまあ大丈夫だろうと思って、これでね、ダメになったことは一回もない。バスの下に乗っけてね、下に乗っけて振動で良くないだろうなと思いながらもう仕方ないって言って、まあ安かったしね、当時ね、新幹線使うよりも半額ぐらいで行けたから。で、それでバスの下に乗っけて、で、大阪のあれは阪急なのよくわかんないけど、どっかについて、下ろしてみて、その場で開けてみて、まあ壊れてないなっていう。これね、行けたんですよ。10年くらい前まで行けたの。だけど、10年くらい前はもう行けなかったか。だんだん行きづらくなってって、バスの運転手さんにこれは楽器です、これは乗せられませんって言われるようになり始めて、で、10年くらい前にはもうね、東京、大阪間は無理だったんだけど、で、僕、長野に引っ越してきたでしょ。で、松本、大阪とかのバスもあるのね。で、松本、大阪間は、まだ乗れたんだよね、10年前でもう、5年くらい前まで乗れたんだけど、これがね、もうちょっとね、言われるようになっちゃって、多分だけど、これコントラバス運んで、壊れたとかで、弁償しろみたいなトラブルになったんじゃないかなと思うのよね。で、僕の場合はなかったから、でも僕は、壊れても文句言いませんっていう、ね、だって自分がそれリスク背負ってるから、それで、お前が悪いみたいなこと言わない。かったと思うんだけどね、もしこれが壊れちゃったとしても、バスの移動でね、言わなかったと思うんだけどな。で、多分トラブルがあって、もうね、乗せてくれないことになっちゃいました。これは残念だったね。そう、だからバスでは乗っけられないので、すべて電車で移動してます。でね、じゃあバスじゃできない。で、私は車も持ってません。どうやって長距離これ持って移動しますかって言った時に、新幹線ですよ。新幹線はね、なんとね、追加料金なしで乗っけられます。で、今度は、東海道新幹線とかに、大型荷物ってのができたのかな？できるのかな？で、あれは予約が必要ですよって言うんだけど、あそこへ多分ね、俺まだ使ってないからわかんないけど、多分これ入んないわ。大型荷物を置き場所。あそこは予約が必要なんですって。予約は必要だけどお金はかかんないのかな？だけど、我々のこの楽器、コントラバス。コントラバスは、なんとね、もうホームページ行ったらわかります。楽器は予約いりませんって。で、追加料金もいりませんって、ホームページに書いてあるから。新幹線で移動しかね、ないっすね。で、飛行機については、ANAかJALしか乗っけられないんだわ。バスには乗れなくなりました。この10年でもう乗れなくなりました。新幹線は乗っても OK ですとホームページに書いてあります。で、JAL と ANA では、飛行機ではね、江戸っ子みたいになっちまったけど、その飛行機は、乗せられます。けど、これも事前に予約が必要なんで、しかも超過料金が取られたりします。ので、これについてはちょっと詳しくはまた次回の動画で、飛行機については、飛行機に乗ってあれこれトラブルっていうのは結構あるので、これ、トラブルは今んとこないか。でも飛行機に乗るとね、それだけでなんかちょっとドラマになるので、それは次回話します。でね、今回、だからバスの話なんだけど、バスに乗って、一番のトラブルは、とにかく乗せてくれなかったっていうのがすごいね、一番の俺の打撃だったね。あれは大阪から、もう忘れもしない。大阪のね、難波にあるお店で演奏して、で、その日の演奏終わって、その日の夜行バスに乗って帰るっていう予定を組んだわけ。10年くらい前の熊坂は。で、それで夜行バスに乗って、東京に帰るっていう話だったんだけど、その日がね、なんか連休の最後の日とかで、夜行バスがもう満員だと。満員で、停留所に行くわけよね。停留所にこれもエチラウチラ持っていくと、そこにお兄さんがいて、なんかチケット持ってますかとかっていうお兄さんがいて、で、チケット持ってますよって言ったら、もうそのお兄さんがこれを一目見るや否や、それはちょっともう今日は乗りませんねとか言われちゃって、えーって言って、でそれで、乗せられないってどういうことですか？僕はもう東京に帰れないってことですかって言ったら、もう何度も食い下がったんだけど、いや、無理なんです。今日はもう満員で、荷物ももういっぱいなんですと。これが入る隙間がありませんっていう、そう、言うんですよ。言われたんですよ。で、だから、壊れてもいいんですけど、とかっていう、壊れてもいいんですけど、とは言わなかったけど、何かあっても僕、責任は自分が持ちますからって言っても乗っけてくれなくて、もう、固くなに乗っけてくれなくて、あ、これはもう、東京、大阪でバスは使えないんだなって思ったのが、あれがなぁ、痛かったなぁ、夜中ですよ。で、それでもう、熊坂どうしたかって言ったら、もうしょうがないから、お店に帰って、演奏させてもらったお店に帰って、乗れませんでしたって言って、テキーラガンガン飲んで、酔いつぶれるっていうね、すんごい迷惑なことをしましたが、お元気ですか？はい。というわけで、そんな感じで、バスにはもう乗れませんから、気をつけてくださいね。うん。電車には乗れます。ただね、長距離移動のバスじゃなくて、市内を走る、周遊バス。ああいうのだったら、特にね、京都はね、ノンステップバスなので、全部が。ステップがないから、入り口が高くて広いのよね。うん。だから、乗せやすい。うん。京都のバスは乗せやすい。そう。乗せやすいんだけど、前から降りるんだけど、前から降りるそこは狭いから、運転手さんに言って、いや、実は荷物が重いんじゃない、荷物が大きいので、後ろから降りますって、運転手さんに語りかけると、あ、わかりましたっていうことで、後ろから降ろしてもらったりすることができるから。うん。あんまりね、なんか、こっちはさせてもらってる立場だから、横柄に言わない方がいいっすよ、そういうのは。持ちつ持たれつで社会じゃないですか。というわけで、今日はバスについて。長距離バスにはもう乗れません。乗車を拒否されます。というわけで、残念ではありますが、仕方ない大きい楽器を選んでしまった我々の敗北です。敗北じゃないな。うん。敗北じゃない。我々のミスですよ。うん。こんな楽器選んじゃった我々のミスっていうことで、長距離バスには乗れません。という感じで今日は移動について。はい。コントラバスやるとなったら移動が大変っていうのはね、もう見てわかる通りで、これは結構大変なんだけど、バスに乗れないので、バス予約しない方がいいですよ。ということで今日はこんな感じで終了します。ありがとうございました。では。クラファンよろしくお願いします。